Thank you.
今度はお前たちが闇の戦士か。皮肉なもんだな。先に宣言はしておいたからな。コルシア島やアムアレンデのことも、大罪食い討伐だって見ていたさ。あの白い双子、確か原初世界で俺と戦った時にもいたな。あいつらとはもう組んで長いのか？そうか。だとしたらしっかり守っておくんだな。誰かを救おうと突き進むほど自分にとって大事な何かを失うものだ。お前だって散々そういう経験をしただろう。今回は何を救って何を失うやらだ。俺はいつ嘆くことすら諦めたんだっけな。さまよいながらうんざりしたんだ。仲間を失うのも、あいつらが最後に残した思いさえ悪と踏みにじられるのも。これが本当の夜空。会いに行かなくちゃ。そうすればきっと。緊急配備！侵入者を探せ！ち、邪魔だ！そこまでだ。その者は我が同志、帝国の兵ではない。なぜ我らの潜入が蹴取られたのかと思ったが、まさか他に侵入者がいたとはな。その鎧と槍さばき、先日かの英雄を戦場から救い出した竜騎士エスティニアンと見受けるが、なるほど、大層な情報通だ。元軍団長ともなればどこにでもつてがあるらしい。そうだろう、ガイウス・バエサル、いや影の狩人と名乗っているんだったか。おお、それを知るとなるとやはり暁と通じているか。こちらが望んだわけじゃないがな。居場所をつかまれて事情を押し付けられたのさ。あの受付嬢、どこかのスパイでもやっていたのか。クルルとかいう女もどうして一度や二度見ただけで俺のエーテルを追跡できる。
外の者を頼っているのはあの少年らが未だ目覚めていない証。かの英雄はどうしている？さてね、出張中だそうだ。それで俺が帝国の新兵器潰しに駆り出されているってわけさ。新兵器、黒バラのことであれば我らの同志が今しがた破棄に成功したところだ。ただしここも精製工場の一つに過ぎぬ。こたびは随分と警戒して以前よりも多くの場所で増産を進めているらしい。どしがたいことだ。あのような死の兵器でもたらす勝利に一体どれほどの価値がある。実際どんな兵器なんだ、その黒バラってのは。その聞きようから毒と呼んでいるが、あれの本質は魔法に近い。あらゆる生物が有する生命エネルギー、エーテル。黒バラはその循環を強制的に停止させるのだ。ごく少量でも吸い込めば体の活動が停滞、毒に侵されたかのように汚れを溜め込み死に至る。都市に散布すれば一切の破壊を経ることなく住人の全てを抹殺できよう。まだ見つからないのか。応援を呼べ、今すぐに。話す時間はもうなさそうだ。竜騎士エスティニアンよ、これもまたあの少年が導いた縁として一度だけ尊しよう。我らは共に真実を追い求める身、しばし手を組まぬか。俺と組んで祖国に殴り込みでもかける気か。何でもアシエンに作られた国だったと皇帝陛下御自らのたまったらしいじゃないか。その件については我も聞き及んでいる。開戦前の会談場でバリス陛下がそうおっしゃったとな。故にこそ全ての真相を知るために赴かねばならんのだ。帝都ガレマルド魔道城へ。